はいどうも皆さんこんにちは。今回は昭和初期の政治についてお話ししていきます。以前の動画で大正時代末期に普通選挙法が制定される様子を見てきました。つまり大正時代と昭和時代の間には限られた人々が政治に参加する大正時代と多くの人々が政治に参加する昭和時代という違いがあります。ということで今回の動画では若槻礼次郎が内閣総理大臣を務めていた期間を見ながら多くの人々が参加する政治の雰囲気を確認していきましょう。昭和時代が始まった時、総理大臣を務めていたのは若槻礼次郎でした。当時の政治の世界は立憲政友会と憲政会という2つの政党が競い合っている状況で、憲政会の初代総裁加藤貴昭が病死したことを受けて若槻礼次郎が2代目総裁となったのです。こうして総理大臣をしていた加藤貴昭と入れ替わる形で若槻内閣が成立しました。さてそうなると気になるのはもう一つの政党である立憲政友会です。もちろんですが彼らは政権を取り戻したい、選挙に勝たなければと考えています。こうして立憲政友会は選挙に勝つためにお金で票を買い、立憲政友会の得票数を増やし、疑惑事件で印象を悪くして憲政会の票を減らしていきます。その疑惑事件というのが松島遊郭移転事件と撲裂事件です。順番に見ていきましょう。まずは松島遊郭移転事件についてです。当時大阪には松島遊郭という遊郭があり、それを移転するという話が出てきていました。そこにやってきたのが人儲けしようと考えた土地会社です。その会社はぜひうちの土地にお願いしますと言って3人の政治家に賄賂を送ったのですが、この話が世間にバレてしまいました。こうなると大変です。話はどんどん大きくなり、お金を受け取った政治家は取り調べを受けることになります。しかしさらに大変なのがここからで、その取り調べで政治家の中の一人が非公式ではあるが若槻礼次郎が認めたと証言したことでした。結局は無罪となったこの事件ですが、現役総理大臣が尋問されるとなると世間は大騒ぎです。立憲政友会はこの事件を利用して憲政会の印象を悪くし、若槻内閣を倒そうとしていきます。次に撲裂事件についてです。この事件は1枚の写真から始まりました。左にいる男性が撲裂で、名前から予想がつくと思いますが朝鮮人です。右にいる女性が金子文子、撲裂の妻にあたります。ただの写真に見えますが、この写真は彼らが取り調べを受けている時に撮影されたものでした。この写真を見た国民たちは、容疑者が取り調べ中に監獄の中で抱き合っている、日本の司法は地に落ちた、そのように考えて政府に対して不信感を持ち始めます。これを利用して立憲政友会は、容疑者が優遇されているとはどういうことだ、若槻内閣の法務大臣はダメだと言って若槻内閣を批判、憲政会の印象を悪くし若槻内閣を倒そうとしていきます。このような疑惑を受けて若槻礼次郎は、立憲政治は政治政策の争いだ、疑惑なんかで政治が左右されてはいけないという正論を演説しましたが、すでに正論が通じる状態ではありません。普通選挙法が制定され政治に参加するようになった大衆にとっては、お金で票を売れるなら嬉しいし、噂話や疑惑といったものは政治の話よりも分かりやすい話でした。こうして昭和初期の政治情勢は大衆を巻き込んで、政党の間で足の引っ張り合いをするような戦いが繰り広げられていきます。次第に国民の中には政党政治は腐っているという不信感が強まっていきました。このように立憲政友会は、今の内閣はダメだ、政権を返せと攻撃し、対する憲政会はもしも不信任案を提出すれば解散で対抗すると防御する状況です。両者の対立で話は平行線をたどりました。しかしいつまでも意地を張ることはできません。特にこの時は昭和時代が始まったばかりです。若槻礼次郎は、新しい天皇の新しい政治が始まった年だ、予算さえ成立することができないのは恐れ多い、どうか協力してくれと頼み込み、なんとか予算を通しました。さてこうして成立した予算ですが、この時重要度が高いのは関東大震災の後処理です。ということでこの時の予算では復興予算にお金が回されています。この関東大震災からの復興というのはとても重要な問題だったので、少し詳しく見ていきましょう。普段人と人が取引するときは現金を払って商品を受け取っています。しかし会社と会社が取引するときは少し違っており、手形という小切手のようなものを渡して商品を受け取っています。
この手形の仕組みを具体的に見ていきましょう。例えば100万円の商品を買うときには、まず最初に会社は100万円以上のお金を銀行に預けておきます。そして会社が100万円の手形を渡して商品をもらうのです。その手形はどうするのかというと、もらった会社が銀行に持っていき、お金に変えてもらいます。つまり手形というのは銀行に間に入ってもらう仕組みです。ところが関東大震災が起きたらそうはいきません。多くの銀行が営業を停止してしまったのです。こうなると取引のために発行されたもののお金に変えることができない手形が大量発生します。このような関東大震災のために支払いができなくなった手形のことを震災手形というのです。このままでは復興が滞る。震災手形を処理しなければ。そのような考えのもと、政府は日本銀行が震災手形を引き受けて、それによって生じる日本銀行の損失を1億円を限度に補填することにしていました。しかし問題だったのは、このどさくさに紛れて震災とは関係ない手形も日本銀行に引き受けてもらおうとした人々の存在でした。関係ない手形も紛れ込んでいる。どれが震災手形でどれが関係ない手形かわからない。どの銀行がどのくらいの震災手形を持っているか調べよう。そう考えた政府は銀行ごとの震災手形の保有額を調べていきました。しかしこれが裏目に出てしまいます。銀行ごとの震災手形の保有額を調べたとなれば、大蔵大臣はその情報に目を通します。その大蔵大臣がなんと衆議院予算委員会で渡辺銀行が破綻をしたという失言をしてしまったのです。これをきっかけに破綻寸前にあったものの、実際には破綻していなかった東京渡辺銀行は翌日から休業。他の銀行も危ないかもしれない。そう考えた民衆は東京や横浜の他の銀行にも押しかけて、預けているお金を引き出そうと殺到します。金融恐慌です。いくつかの銀行が休業を余儀なくされていく中、特に注目が集まった銀行がありました。台湾銀行です。台湾銀行は鈴木商店に多額のお金を貸していたけれど、その鈴木商店が倒産寸前になっており、鈴木商店が潰れたら台湾銀行も破綻するという状況になっていたのです。鈴木商店が潰れたらまずい。そう考えた台湾銀行は鈴木商店が潰れないようにさらにお金を貸していくという負の連鎖に陥っていました。そのような情報が広まっていくと、銀行への不信感はさらに強まって金融恐慌の第2波を引き起こします。これはまずい。台湾銀行を助けなければ。そう考えた若槻内閣は天皇の力に頼り、緊急勅令を出してもらおうとしましたが、若槻内閣を倒そうとする人々から台湾銀行にも経営責任があるだろうと批判されて、緊急勅令は出せませんでした。これを受けて若槻内閣は総辞職、台湾銀行は休業し、連鎖的に37もの銀行が休業、企業の倒産も相次いで失業者があふれる事態となったのです。さて、いかがだったでしょうか。普通選挙法で多くの人々が政治に参加するようになった結果、昭和以降の政治は政策よりもイメージで戦われるようになりました。若槻礼次郎が政治は政策で決めるべきだという正論で戦っても、疑惑事件などのイメージ戦略で追い詰められたのがいい例です。そうやって追い詰められているところに金融恐慌が発生し、若槻内閣はとどめを刺されて総辞職に追い込まれたのです。今回の動画では昭和初期の内政を見てきましたが、国外では何が起きていたのでしょう。ということで、次の動画では昭和初期の外交についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。